はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ東魔王国編第17章、ちょっともう題名忘れちゃいましたけど、やっていきたいと思います。連戦ですね、初の連戦、特にインターミッションを挟むことなくそのまま17章に突入しました。マクベスが来たところですね。クあまりにも数が違いすぎます。ここは一旦引くべきなのでしょうか。それは得策ではないわ、ミカミックス。みんなさっきの戦闘で消耗している。いや、あんまり消耗してないと思うけど、今の状態では逃げ切ることさえ難しいわ。そんな、では戦うしかないんですか。でも今のままではわざわざ死にに行くようなものです。せっかくここまで来たのにもう撃つ手はないのですか。お前なら大丈夫だ、ミカミックス。いや、むしろその言葉お前にかけてやるよ。16章でお前無双してただろ、龍馬兄さん。ですが、いいか、ミカミックス、俺は逃げるために来たわけでも死にに来たわけでもない。俺はお前と共に戦うためここに来た。ここに集まった連中の思いもみんな同じだ。みんな、みんなお前の行く道を信じている。だから迷いは捨てろ。たとえ絶望的な戦いでも己の信念のために最後まで戦い抜け。お前ならできる。雅の神に選ばれたお前にならきっと。はい、わかりました、龍馬兄さん。ここまで来たらやるしかありません。やるしかないんです。皆さん戦闘準備を。大丈夫だ、俺にはドーピング剤があるからな。みんなドーピングすれば勝てるぞ。ちょっと見よう。一応なんだこれ、魔導砲台か。フィンブル持ちか。マクベスはソーサラ、こことかちょっと厄介そうだな。無限渓谷の左だけで戦闘だな。これ砦があるな。ここを拠点にして戦うか攻め込むか、どうしようかな。まあいいか、とりあえずユニット選択で龍馬出さないのはちょっとそれはないから、ベルカもういらねえな。龍馬に切り替えよう。基本これでみんな上級職だな。フェリシアも14だろう。何気にメイドは上級職ですからね。クリムゾンとかここら辺がちょっといないのか。まあいなくてもいいかな。よし、じゃあ龍馬までドーピングだな。もうみんな疲れてるからドーピングしていくぜ。はい、オッケー。これ10人か。そうするとこのまま戦闘開始の前に防刃組める人はいないな。戦闘開始。あ、ここで防刃組めたか。やっぱり防刃は必要なんで、できれば龍馬を速さ3、技、あ、こっちか、速さ3、魔法防御。そうだな、龍馬魔法防御どうなってんだ。やっぱ14か、ちょっと弱いからな。こいつと組ませるか。で主人公誰と組ませようかな。カミラとかどうだ。防御、魔法防御、移動と魔力が上がる。サンダーソードの威力が上がるのはいいな。ちょっとカミラと組ませるか。よし、であとはちょっと後ろから援護していくような感じで、こいつらが取りこぼしたやつらを狙う、そういう布陣でいこう。 OK。 お、なんだなんだなんだ。あ、山だから来れないのか、そこには。なんか来た。なんかめっちゃ来たよ。これはじゃあ右と左に分けるか。敵の増援があんなに。ダメです、今の私たちだけはあの数は到底。大丈夫だミカミックス、私たちがいれば切り抜けられる。まったく、やっぱり姉さんは僕たちがいないとダメだね。え、この声はまさか。でも普通にこの距離だとさ、間に合ったか。結構大きな声で言わないと聞こえなくねえか。よかったミカミックス。白雲強いね。ミカミックス姉さん相変わらずで安心したよ。マークス兄さん、レオンさん、共に戦おう。ミカミックス、ずいぶん遅くなってしまったが、ここからは
私たちもお前の味方だ。僕も戦うよ。マクベスの軍なんてこの僕が潰してやる。僕たちに黙ってこんなことをするなんて、こんな卑劣な真似僕は認めない。この軍をよこしたのはやっぱりマークス兄さんたちではなかったんですね。何がやっぱりだよお前最初絶望してたじゃねえか。でもどうして来てくれたんですか。いや、それを話すのは後だ。アンヤとビャキヤの夜が入れ替わるまでもう猶予がない。今は力を合わせてここを切り抜けるぞ。わかりました。アイアイさん、あれ、部下はいないのか。部下は、部下と防人を組みたかったんだけどな。あれはマークス様とレオン様、王女たちと同じく情に。これがいつも読めないんだよね。なんとかされたというわけですか。やはりあの二人も出来損ないの駒だったというわけですね。いいでしょう。私に歯向かうというなら誰であろうと容赦はしません。奴らの命などガロン王様の野望の前には儚き露と同じこと。このマークベスの策で皆滅びるがいい。策？なんか策があるのか君。おお、ちょっとマークスがいるのはいいけど防人組みたいな。この二人なんとしても防人組みたい。なんでまずはここでこいつをぶっ倒す。面白い。所詮は架空兵士。礼を言っておくよ。あとこいつらがどこまで来るか。結構来るな。どうしようかな。アシュラを連れていくか。防人を組ませると速さ4。いいね。速さがね高いと2回攻撃できるんで。こいつは技、速さ、幸運、移動、魔力とか上げたいけどな。そうするとサクラを組ませないといけないから、まあいいか、組ませよう。こいつらでで、匠とかは、匠を右にやるかな。どうしようかな。ここ2人いるからまあいいや。攻められるやつはガンガン攻めてこう。このままガンガン攻める。俺も行くよ。マイル、変わらずだなこいつ異常者その1で、こいつ左に、うん、そうだな、これでいこう。フェリシア回、あ、そうだ、回復の杖こいつも使えたんだけどな。装備してねえや。匠ちょっと右にやろう。取りこぼしをちょっと狙う。よし、これでいこう。何、銃食らうか。まあ、食らわないけど毎回クリティカルが出てんな。よし、どういうこっちゃこいつ。27% もいつかは食らうからな。そのいつかはいつだか分かんないけど今ではない今ではないよ。次だってガードできるっしょ。何、硬い。流星、ほーら、クリティカル持ってたよし、負けられんからな。もう7レベルか。来たな。俺に任せろ。無駄無駄。なへかわしてきた。96%。ああやばい、フェリシアちゃん。あぶね。魔法防御が高くて助かったよこいつ。ほらほらほら。これも上級職だな。無駄無駄。オーラオーラ。サンダーソードも強えな。てか敵がめっちゃ多い。どんだけ湧いて出てきてんだよ。あ、来た。やっと追いついた。途中で置いていくなんてひどすぎるだろう。俺たちをこんなに走らせるだなんて、我が主君はなかなかいい趣味を持っているな。みんな走るの遅すぎなの。合わせてあげたピエリに感謝するの。お前馬に乗ってっからいいだろう。ピエリ、君は可愛くて優しくて最高だよ。何です、また敵の増援ですか。あいつらやっと来たんだね。ミカミックス、あれは敵ではない。私とレオンの進化たちだ。え、主君の命令により参上させてもらったぞ。
俺はレオン様の進化ゼロ。いやらしい奴らに囲まれているようだが安心しろ。何人がかりで襲ってこようがみんな、これはなんだよ、貶めて天国行きにしてやるよ。俺は漆黒のオーディン。あ、言ってきた。同じくレオン様の進化であり、遥か悠久の時を超えこの無限の地に降り立った選ばれし闇の戦士だ。闇魔法なんかが得意なんでよろしくお願いします。僕はラズワルド。マークス様の進化だよ。前に一度戦ったことあるよね。これからは敵じゃなくて味方として戦うよ。大勢の前で自己紹介ってなんだか恥ずかしいな。ピエリはピエリっていうの。ラズワルドと同じマークス様の進化なのよ。ピエリ戦うの大好き。敵はみんな見事な肉塊にしてやるのよ。この方たちもみんな味方なんですね。ああ、お前の好きに使うといい。戦力を増やしてあげたんだから、もう無様な姿は晒さないでくれよ。ありがとうございます。マックス兄さん、レオンさん。そうか、結局は来るのか。まあいいや。これはここで戦えってことだな、そうすると。龍馬を前線に出した方がこれ絶対いいからな。で、主人公もここにやって、で、こいつちょっともうだいぶ後ろに逃げよう。で、回復をさせて、おお、全然経験値が上がらない。 OK。 で、ここの部隊をどうするかな。マークス前線に出すか。こいつを倒す。どう戦う。こう戦う。もう終わりか。で、こいつここに置くだろう。結構食らうな。基本魔法戦士だからな、こいつ。サポートしますわ。最悪レオン死ぬかもしれないな。早急にクラスチェンジをさせて、なんだっけ、ヒットポイント、ブリュンヒルデじゃなくてなんか名前忘れた。まあいいや、あれを装備させるべきかな。20か、マジか。いって食らう。さくらもやばい。これ安らかに。ここまで鍛えたさくらが死ぬのは勘弁してほしい。そうするとエリーゼを鍛えないといけなくなる。気をつけない。ここか、狙ってくるね。こいつはそしやらないとか。いや、硬そうだな。めっちゃヒットポイントあるし。ひれ伏せ。くらえ。私の勝ちだ。うん、経験値持ってるし上級職だな。14か。できれば倒してほしい。無理だったか。よし、勝てると思った。次でゲージがたまる。ああ、逃げてった。よかった。しっかり見せる。ああ、これ危険だ。めっちゃ危険だ。レオン死ぬかもしれない、この戦いで。マークスを前線に出そう。やっぱりこいつは安全だ。おお、回復してきた。やばい、サクラを少し下げるか。自分で調合薬1個しかない。マークスじゃなくてレオン、ここまで下げよう。で、ここの舞台をなんとかしないといけないんだよな。硬えな、ほんと硬い。まずこいつで、ダメージ当たらない。パラディンだな。ソシアルナイトは多分なんとかなる。急ごう。ほら、目障りなんだけど。いいね、ナイスだ。そんなに欲しかったのか。で、匠でこいつを攻撃して、よし、
共に戦う。さすがだな、匠超強い。で、ジークフリートでこいつを狙って、あ、そうか、防塵だからあれが入らないんだ。まあいいや。あとパラディン7を減らすためには1残るか、まあしょうがない。でソシアルナイト1体ならなんとかなる。しゅーほほほ、きつー。大丈夫、よし。お化粧崩れちゃったの。こいつお化粧するんだ。今何が発動した。あとここの舞台をちょっと龍馬外に出そう。このアーマーナイトも倒す。じゃ行こっか。危なかったね。いい相手だった。あ、マネの槍いらない。で主人公を適当にこいつを倒す。見つかっちゃったわね。なんだーそうだ、うまくいきました。でフェリシアとかちょっとここ狙われんな。射程2のやつがいるんだな。これでいいや。66% の7か。当たったか。まあゲージが溜まってるから次はなんとかなんだろう。やはりゼロを狙ってくるか。ヒットポイント24はいって、帰り討ちにしてくれる。これ食らうか。あ、食らわねえや。そうだそうだ。ヤトノカミよりサンダーソードの方が使えるな。あんまりな、魔力は高くないんだよな。お前も来るか。ないけど、よし、サクラで回復させよう。いやー乗り切ったな。乗り切った感じはしないな。この魔導兵ちょっと危険だよな。一回サクラで回復させて、やっぱ頼れるのはこの二人だからな。ちょっと魔導兵の攻撃を食らわない位置で、フェリシア少し後ろめから。モズミがな、ちょっと今回活躍してない。で、こいつも死にそうだから、ここにいて。で、やっぱりマークスだな。ジークフリート。シャティ2から攻撃するか。こいつも上級職か。かなりヒットポイントが高いな。で、匠連れてこう。ことないね。匠は死ななければなんとかなるな。あとこいつをソシアルナイトだから、まあ一旦こいつで減らすか。いい勝負してるね。こいつら新参者同士で、残るこっちで倒せると。サポートしてやる。おお、なんか突撃。すごいな。でもこれでもう味方はほぼ仲間になったって感じかな。これ何、このシャキーンって。殺戮本能、自分から攻撃を仕掛け敵を撃破した時、プラス4か。結局でも動いちゃうからな、プラス4になったとしても。まあ、反撃を活用するかどうするかってところか。乱剣無駄無駄。ノスフェラというごときでこの俺を止めることはできんよ。ちょっとこいつらも回復だな。一応こいつも減ってるといえば減ってるから、ここにいよう。こいつどこまで来る。こいつロッドナイトか。リライブのごときだからな。まずこの魔導兵を倒したい。
いやいけねえわ、やっぱ弓だから。あ、いけるこっから行けばいいんだ。サンダーソード、ヤトの神、サンダーソードのそこ、私がついてる。ミスミス、オッケーオッケー、勝負ありました。ここは制圧した。あとはここにいるこいつをぶっ倒す。さあ始めよう。さすがに城内にいるだけあって無駄だったか。制圧完了。モズメを、よし、こいつらで。こいつどうしよう、なんかほっといてもいい気がすんな。作戦目的なんだっけ。制圧か、あそこを制圧すれば終わりだな。こいつらちょっとここで待っとくか。もう開いた、危ねえ食らわなかった。俺も行くよ。やはり城内の戦いだと厳しいものがあるな。いやー異常だよこいつ。よし、匠も全回復。あのロッドナイトはもうほっとこう。でこいつ右から行くか。そうするとでも左がなあいつだけになるけど、まあいいや。5残るか。ちょっとパンチにかけるなこいつ。負けるときは負けるぞ。ほーらほーら、鋼の剣か。ちょっとここにいよう。で龍馬どうしようかな。あの弓をちょっと制圧したいからな。ここはアーマーナイトの舞台だからなんとかなんな。これ弓放題食らったらゲージがなくなるとかあんのかな。サクラで倒そうついでだから。いきまーす。そうだよな、武器の熟練度も上げときたいから。攻撃仕掛けるのもありだよな。リライブをゲット。まだもうちょっと回復しないときついな。ミスわあ、寝てきた。頑張ってね。危なかったね。ほら。見事だった。マークスより龍馬の方が強い感じがするな。どう戦う？クリティカル率とかが異常だからな。ただ下級兵士の。では相手にならないことは確かだ。もう終わりか。あー2回攻撃ができない。何やった。まあしょうがない。それはあと1ターンだな。さてさて、匠でどっちかを倒すからこっちだな。ほーらー、オッケー、レベルアップ。そしてミカミックス、どこまでいける。ここまでいけるか。制圧できんな。サンダーソード、サポートする。これでゲージも溜まって、弓を制圧完了。倒せないか。ジークフリートマジか。しかもかわされたし、なんてこった。匠が死ぬってことはないと思うけどな。これでこの弓放題の制圧完了だな。もう言わずもがなだな。モズメを連れていくか。でフェリシアも一応連れていくか。来たか。え、
いや硬いなやっぱり。でもしかし、しかしだよな、本当に異常だよ本当。クールか。サンダーソードで44か。これカミナも経験値もらえるよね。うん、いいね。狙われたか。おお。うわ、敵が出てきた。このターンでちょっと決めたい。アーマーナイトとパラディンかー。ってかこいつはもともとパラディンか。ここに置いてパラディン君には死んでもらう。恨まないでよ。いい経験値を持っている。でこいつ倒せないの。どうしようかな。ちょっと下ろして、あ、下ろすと終わりだ。主人公でこいつを狙っ、いやーやっぱ強えな。あ、倒せる。ヤトノカミの方で倒せるの。いやーこいつ攻撃もいけるし魔力もいけるし、ここまで来たことだけは褒めて差し上げましょう。ですがあなた方は皆滅び去る運命にあるのです。ここであなた方を始末すれば世界はもはやガロン王様の。さあこの運命を選んだことを悔やみながら永遠に眠りなさい。それはこちらのセリフだ。あ、そうか、フィンブル食らうと。あれ、フィンブルって回復しなかったっけ。別の魔法だっけ。こんなバカな、私の策は完璧だったはず。それなのに私はガロン王様を助けよう。別に完璧な策じゃなかったと思うけど、よし、魔力が上がってくれた。で制圧はできない。これ一旦かかるな。こいつら大丈夫か。誰も死なないことを祈る。敵か。うん、ちょっと経験値稼ぎをしてから行くか。まあ、経験値稼ぎというか武器の熟練度稼ぎだな。2回攻撃すれば多分2回分溜まるっしょ。経験値はどうせ1だからな。ほら、あとはアーマーナイトと、あ、ジェネラルはね多分結構経験値持ってんだよね。ささいなぁ、ヒットポイントもあるし。倒した。よしよしよし、少しでも倒せんか。マックスでいくか。そうすると俺に任せろ。スイッチ倒れろ。いい感じに倒したな。もっと楽しませよ。さて、じゃあ制圧しますか。制圧完了。ちょっとだけ危ないところがあったけど、まあレオンが死ぬかと思ったけどなんとかなったな。危ない危ない。これでもう主力が揃ったぞ。負ける気がしないんだけども。よし、この地での戦いは消したようだな。マックスお兄ちゃん、レオン兄ちゃん来てくれて嬉しいよ。まったくも、エリーゼったらそんなにはしゃいで。けれど私も嬉しいわ。これで私たちも白夜の皆さんと同じく兄弟全員が揃ったわね。ん、白夜の王族も全員いたの。それであのありさま、まったく不甲斐ないね。まあ悪運の強さだけは認めるけど。何、今私たちをバカにしたのか。いや、バカになんかしてない。思ったままを言ったまでさ。どういうことだよ。こいつ合流早々気に食わないな。おい、その辺にしておけ。レオン、白夜も暗夜も関係ない。そう決めてここに来たはずだ。ああ悪かったよ。父上がああなってしまった以上僕たちは自分の信念で動くしかない。だからこの手でマクベスを、暗夜軍を倒したんだ。え、暗夜王国で何かあったのですか。そうだな、父上がおっしゃったんだ。暗夜も白夜も平等に価値がない、滅ぼせと。姉さん、前に出雲公国で言っていただろう。今の父上は操られてるって。あの言葉最初は信じられなかったけど、どんどん変わっていく父上を見て
あれは本当のことじゃないかって思うようになったんだ。はい、そうです。あの時言ったことに嘘はありません。それは言っていいんだ。ガロン王が操られているっていうのは、本当の敵はガロン王すら操っているんです。ごめん、ミカミックス姉さん、あの時裏切り者だなんて言ってしまって。最初から信じていればもっと早く一緒に戦えたのに。いえ、謝る必要なんてありません。たとえどんな形でも私を信じてくれて嬉しいです。うん、私が命を懸けて戦ってきたのはアンヤの繁栄のためだ。アンヤ王国を裏切る気がないことは今も変わらない。だが今の父上が正気でないのなら、私は自分の正義を、いやお前の言葉を信じて戦うしかないと思った。ミカミックス、私はお前に賭けたい。お前の知るこの世界の真実に、そして真の平和への道に。兄さん、だったら休戦だな。龍馬王子、いいか、お前も俺も同じ気持ちだ。白夜も暗夜も争わず平和へと歩める道があるのなら、俺もそれに賭けたい。だから共に戦おう、マークス王子。俺たちの妹ミカミックスのためにも。やったー。お、手を取り合っている最強の二人が。まあ龍馬の方が今のところ一歩上かな。かなり使いやすい。龍馬王子、その申し出受けよう。白夜と暗夜が争うことのない世界のために。まさか龍馬兄さんとマークス王子が協力する日が来るなんてな。せいぜい足を引っ張らないように頼むよ、白夜の王族様。貴様、黙っていればさっきから舐めた口ばかり。ごめんなさい。この子に悪気はないの。そんなに怒ると綺麗な顔が台無しだわ。あの、私ももっと頑張りますね。皆さんのお役に立てるように。よし、私も負けないように頑張っちゃおうと。今のところエリーゼが一番使えないな。ミカミックス、みんなあなたの言葉に賛同してここに集まったのよ。あの時の覚悟はちゃんとこうやって実を結んだのね。はい、ありがとうございます、アクアさん。それから皆さんも私を信じてくれて本当に嬉しいです。いやー、これね、アクアが生きてきてくれればな、もっと楽だったと思うんだよね。全ての元凶を内包する見えざる国へ。そうすればやっとみんなに真実が告げられるわ。そうか、ここからはトーマ王国での戦いか。はい、というところで、連続だった16章17章ですね、これで終了して、もうこれで味方はほぼ全員揃ったのかな。まあ、とりあえず主力はもうだいぶ固まったんで、今はもう安心感しかないですね。じゃあ次回多分トーマ王国に行くと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。